はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第5回目のキングダムハーツの実況をやっていきます。よろしくお願いします。前回はですね、この、今いるトラバースタウンからですね、旅立ってドナルドとグーフィーと一緒に冒険が始まりました。で、ですね、前回はアリスの国で終わったかと思うんですけれども、実はここでやるべきことをやっていないのを、思い出しまして、戻ってきた次第でございます。やらなければいけないことが3番街のところなので、ちょっとそちらまで戻ろうかと思います。さて、3番街にやってきました。で、火の模様が描かれている、前も見たと思うんですが、ここでファイヤーを使うと入れるというわけですね。昔今の入り口の入り方が分からなくて、ずっとぶった切ってましたねもうなんで開かねえんだよって言いながらあ、やべ。で、これはですね、ちょっとぐだってしまうかもしれないんですが、ここ飛び越えていかないといけないんですね。よいしょ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 、ラスト OK。 で、入り口がですね、ここですね。空っぽの部屋、なんだかこういうとこってドキドキするね。その場所を思い出さない？二人で落書きしたあの洞窟覚えてない？カイリー、そんな、ふう、やれやれ。お、誰か来ましたね。お、ふむ、思ったより早く来よったの。俺たちが来るのを知ってたのか？そうじゃよ。まさか、ハートレス？には見えないよ。ほっほっほ。わしの名はマーリン。見ての通り、魔法使いじゃよ。見ての通りって言われてわかるんですかね普段は世界を飛び回っておるが、久々に戻ってきたというわけじゃ。君たちの王様から力を貸してほしいと頼まれてな。王様が？もうやめるかそうじゃよ。ところで、ドナルドとグーフィーはいいとして、君は？俺はソラ。ほう、どうやら鍵を見つけたようじゃな。王様に何を頼まれたの？その話の前にと。お、なんでしょうね。ほーれ。おー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 、なんかいっぱい出てきた。なんだなんだ、すごい家具がいっぱい出てきました。マジでかすげえなあんなちっちゃい袋からこんな出てきたのお本。わしはな、君たちに魔法のレッスンをするように頼まれたんじゃ。おう、レッスンの用意はできておる。いつでも思う存分練習できるぞ。やる気になったらわしに言っとくれ。はーい。それからあれじゃん？あ、かぼちゃの馬車といえば、はじめまして、私はフェアリーゴッドマザー、ビビデバビデブーですね。私も王様に頼まれたのよ。あなたたちの旅の手助けをさせてもらうわ。まあ大したことはできんが、いつでもやってくれ。おーい。よいしょ。私の暮らしていた世界も消えてしまった。あらま。シンデレラ。
ああ、そっかそっか、シンデレラに出てくる。あ、おしまいか。とりあえずこの人に話しかけてみましょう。どうした？魔法のレッスン。お、何ができるんでしょうね。あんまり覚えてないんですよね。おお切っちゃダメ。ここでは MP を気にすることなく魔法などの練習ができます。マーリンが操る家具たちが、練習相手になります。家具が動き回るのが煩わしければじっとさせておくこともできます。やめたいときは周りに近づいてやめるを選んでください。やってみるか。動いていいっす。おい、あ、切っちゃダメだ、切っちゃダメだ。おいおいおい、くそ。どこだ、あった。高い、ここら辺かな。よし、もう一丁。ファイヤーはちょっと離れて打った方がいいんですよね。こんなもんかな。ほいほいほい。で、あ、ほいほいほい。おら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 いいのこれ、 MP 気にしないで打ってる。お、これは面白いぞもういいや、なんとなく練習できたんでいいです。はい、じゃあ戻ります。戻る。まあこんな感じで魔法の練習ができますよっていうので、で、あとここではやることがあったはずなんですが、あれ？あったあった、これトリンティ、トリンティ、よいしょ。またお金。もうこのトリニティはお金がいっぱい手に入るトリニティなんですかね。よいしょ。いやー、でもう一個やることが、あれ、あ、この時点ではできないのか。じゃあその時が来たらまたお話ししましょう。これ調べると、あ、この人が出てくるだけか。話しかけてもあんま変わんないか。変わんねえやじゃあどうも。で、あとはですね、やり残してることは今の段階ではないのかな。これだけだったかな。ですね、カスタマイズ、あ、これですね、ドナルドたちの行動が変えられるっていうのはこれですね。ちょっと変えとくか。スタンダードディフェンス HP アイテム、魔法か。魔法も普通でいいよ、そんなに使わなくていいよ。これでいいかな。アビリティはこの前見たし、装備がちょっとドナルドとグーフィーにつけてあげたいんですよね。お金貯めようかな。あ、レベル上がったレベル上がったや。おお、グーフィーもレベル上がったすげえな。おー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 、おい、あら、おいおい、ちょっとじゃあショップの方に戻りましょうか。そこに行くまでカットしましょう。さあ、ショップの方に戻ってきましたよ。買えるかな。いくら持ってる？あ、600円か。結構持ってんな。これを2つと、これを2つください。おう！お金足りねえ。しょうがない。これ1個にしよう。はい。
じゃあ装備させましょう。ドナルド。あ、持ってんのか。あ、じゃあ、アビリティとプロテスで。で、グーフィーもプロテスと。うん、アビリティがね、いや、プロテスで。よし。これでいいでしょう。じゃあですね、一旦セーブをしておいて、で、ワンダーランドの方に帰りましょう。じゃあ、帰るところまでカットします。はい、ワンダーランドに帰ってきました。前回は、アリスが、処刑されてしまうということで、その代わりにですね、ソラたちが、証拠を見つけてこいと言われたわけですね。この、ハートの、登れない、登れない。よいしょ。よいしょ。この人ですね。この人に、言われて。よいしょ。よし、じゃあ、証拠を見つけに行きましょう。私、アリスっていうの、あなたたちは？俺、ソラ。僕はグーフィー。で、こっちはドナルドだよ。ドナルドに言わせてやれよ。はじめまして。こんな時じゃなかったらたくさんおしゃべりしたいけど。ね。会ったばかりなのに、おかしな裁判に巻き込んでしまってごめんなさい。なんで裁判の中にかけられたんだ？私の方が知りたいわ。女王様ったら、私の顔を見た途端にいきなり犯人だって決めつけたの。ひどいなぁ。君はどこから来たの？よく覚えてないの。確か原っぱで本を読んでもらっている時に不思議な穴を見つけたのよ。覗いてみたら真っ逆さまに転がり落ちて、気がついたらここにいたの。まあ原作と同じですね。外の世界から来たのか。変だね。普通の人は違う世界を行き来できないのに。なんでだろう。ねえ、外の世界って何のこと？こら、被告人を静かにしていろ。あらま、あの穴を覗いちゃったから。好奇心が強すぎるのも考えものよね。もっとお利口にならなくちゃ。森で出会った知者猫に帰り道を聞いたら、女王なら知ってるって教えてくれたわ。それで女王様に会いに来たら捕まってしまった。あの人ったら私の言うことなんか全然聞いてくれないんだから。私あの人のハートなんて盗んでないのに。困ったわ。どうしましょう。このままじゃ首をはねられちゃう。頭と体が離れ離れになってしまったら、クッキーを食べてもちょっともお腹に届かないじゃない。どういうこと？この子よく喋りますね、案外。びっくりしたわ。喋るんだな。あんなとこに宝箱。でも今は行けないので、さっきのウサギ。おーい。ん？極座に、ん？極座じゃない。大座かな？にいらっしゃるあのお方こそ、気高い、ハートの女王様なのであります。はーい。女王様が間違いを犯すことなどありえないのです。女王様の恩前、恩前？で、裁判の正しさを疑った者など一人もおりません。女王様こそこの世界の法律そのものであります。よく喋るね。ねえ。謎のツーショットだな。なんで今止めたんだろう。そんなところに立つんじゃない。なんて無作法のやつ。無作法なんだろうね。はい。早く押しよう。もう証拠は見つかった。よし。じゃあ、証拠を探しに、ここの森に行きましょう。おお。知者猫ですね。どういう作りなんだよ。誰だ？誰だろうね。かわいそうなアリス。もうすぐ頭と体がさよならだ。ハートなんて盗んでないのにね。犯人を知ってるなら教えてくれよ。死者猫は何でも知っている。でも教えるとは限らない。答えは闇の中。犯人も闇の中。死者猫も闇の中。待って。犯人は森を通って出て行ったよ。どこの出口か教えない。
証拠の品は全部で4つ、3つはすぐに見つかるよ。だけど1つは難しい。見つけられたらご褒美あげる。よし、信用していいのかな。信用したい？したくない？選ぶのは君たちさ。よし、じゃあ4つの証拠があるということなので、4つの証拠を見つけていきたいと思います。で、もちろん敵も出てくるので一緒にね倒していきたいと思いますよ。ですね、どこにあったっけな。あ、調べらんないのにした。敵が出てきちゃった。困ったかな。ポーションくれたら大きくしてやるぞ。これはエーテルちょうだい。エーテル？エーテル、エーテル、エーテル。いいや。持ってなかったからいいや。あ、もうなんだ、せっかく見つけたのに。今のピンク色の箱がですね、証拠なんですけど、ちょっと敵が出てきちゃったな。もう、キングダムアーツ無印の嫌なところは、こういう戦闘中にアイテムとかが開けないってところですね。証拠の足跡を手に入れた。で、ここにトリニティがあるので、やっておきましょう。テント、ポーション、エーテル。お、エーテル手に入った。あ、お金じゃねえよ、今回は。これは MP を回復するものですね。お、ぐるぐる回る。ポーションちょうだい。ポーションあげましょう、じゃあ。ほい。ありがとう。あ、なんだ、これくれるだけか。はーい。この先に進んでいくと、また敵が出ると。で、これがエーテルか。ちょっと見つけるまではぐだっちゃうかもしれないですね。これ動かせるんだっけ。動かせないか。じゃあこっから登って、あった。証拠のトゲを手に入れた。よし、証拠はあと2つかな。こっから行けたっけ。行けないか。こう行って、こう行って、あー、ちょっと待った。あージャンプの勢いが足りなかった気がした。ちょっとカメラアングルがぐじゃぐじゃになってて、ちょっと見にくいかもしれませんが、ご了承ください。よいしょ、よいしょ。ここに宝箱。子犬を見つけた。16番目と17番目と18番目の子犬。この子犬っていうのは101匹ワンちゃんの子犬のことです。で、まあ、ちょっとしたイベントというかミニゲームみたいなもんなんですけど、今はちょっと無視しておきます。よいしょ。今はまだいいかな。じゃあここのところに入っちゃいましょう。不思議な部屋に入っちゃいましょう。はい、ここに証拠ですね。証拠のなんていうに、うん、読めなかった。感じが匂いかな、多分今の字が。おーおーおお。で、最初に薬を飲んだところまで戻されますと。で、もう一回ですね、さっきの森に戻りたいと思います。よいしょ。じゃあじゃあここでは特に他にすることないので、そこまでまたカットしたいと思います。さあ、森まで帰ってきましたよ。で、この花に話しかけたいと思います。ポーションくれたら大きくしてやるぞということで、ポーションをあげてみるとですね、なんと空が巨大化します。で、叩けば回る。叩いてみましょう。ほい、1回転、2回転。もうこれどっちかにしか動かないんですけど、これで OK です。
で、元に戻るときはですね、あ、違う、ちょっと待ってください。先にこれをた、違う、調べておきます。え、あれ、どうったんだっけ。あ、取るだ。ほい。で、これを叩いておいて、で、これを食べると。で、そうするとですね、空が元の大きさに戻ります。ああ、やべ。やることが違ったわ。もう一回大きくなります。なんだよ、超グだったわ。ここで、よいしょ。これをするの忘れてました。で、もう一回叩いて、これを取って、いただきます。なんか足りねえなと思ったんだよな。で、今度こそこっちから確か登るんだったような気がします。さすが、久々のプレイなんで。あんま覚えていないですね。あ、あれだあれだ。で、ここを越えて、よいしょ。また不思議な部屋に入っていくと。で、そうすると、よいしょ。こんなところに到着して、で、あそこに行きたいんですけど、見事にドナルドが邪魔。飛べ!うわ。はい、帰ってきました。ちょっとマジで邪魔だな。どうしようかな。カメラアングルも変えられないし、これはちょっと厳しいよな。と、よし、危ねえ。よし、ここに証拠がありますと。はい、証拠の爪痕。おやおや、よく見つけたね。ドナルドとグーフィーがどうやって戻ってきたんだ。これでアリスを助けられるよ。そうと決まったわけじゃない。アリスは無罪かもしれない。だけど君らはどうなるかな?どういうこと?教えてあげない。代わりにあげる。お、氷の力。ブリザードの魔法を覚えた。わーい。新しい魔法をまた一つ覚えました。よいしょ。それじゃあですね、戻りましょうか。ここにね、城に戻りましょう。で、一応セーブをしておきましょうか。この人?ああ、はいはい、どうぞ。ではお前たちが集めた証拠品を見せてもらおうか。4つ集めましたよ。数だけは揃えたようだね。でも私が集めさせた証拠品に比べたらガラクタ同然さ。お前たち、私の正しさを証明する品を持っておいで。5つになった。5つもあるのかい。全部調べるのは面倒だね。1つあれば十分さ。おい、お前、この中から1つだけこれだという証拠品をお選び。その証拠品をもとに、犯人が誰なのか私が決めるよ。なんだよ、せっかく集めたのに。私のやり方に逆らう機会なら、お前も有罪だよ。無理やりだな。さあ、証拠品を選ぶんだよ。ドナルド、グーフィー。どれを選べばいいのかな?僕にはわからないや。僕らが見つけた証拠品をちゃんと選ぶんだぞ。おう。で、アリス。あなたに任せるわ。はい。すごいな。どんな顔してんの?あ、なるほどね。口も、はぁ、ちゃんとスペードのマークになってるんだ。あ、ハートの形になってる。面白い。細かいですね。じゃあ、これ帰ろうとするとどうなんだろう。あ、帰れないのか、そもそもが。じゃあ何?ハートの女王の口はハートになってんの?これ。すいません。すごい、なんか、どうでもいい。なってねえよな。全然なってないですね。
よいしょ。このウサギさんは全然関係ねえのか。トランプ兵だけか。じゃあどれにしようかな。何でもいいんだけどな。じゃあ真ん中でいこう。はい、これで決めました。真犯人誰だろうね。あれ？なんとお前たちが犯人だったのか。ちょっと待って、こんなはずじゃなかったんだけど。アリスとども有罪と決まった。これでもこの者どもをひっ捕らえよう。何やってんだよそら。仕方ない、こうなったら強行突破だ。はーい、狙いました。あのですね、他の選択肢を選ぶと、あとはハートレスが出てきたりするんですけど、お前たちそいつにハンドルを触らせるんじゃないよ。はーい、要はこれを、よいしょ、いででででで、さあやっていきますよ。で、今回はドナルドとグーフィーが捕まってしまったので、ですね、まあ空一人で戦っていきます。いででで、よいしょ。トランプ兵が邪魔なんであれですか。あ、ちょ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 、待って、危ねえな、ハイパーも捕まったよ。よし、こうなったら邪魔。やっぱりドナルドとグーフィーを捕まえさせたのが悪かったな。1個これかな。よし、こうした。あれ、これどうしたの。トランプ兵を全部倒さないといけないな。ちょっと待ってね。よいしょ。いや、サボってないよ。頑張って時給取ってるよ。あれ、これじゃないのか。あれ、あれ、ハートの女王攻撃すればいいの。やばい、アイテムない、アイテムないよ。やばいっちゃ。あれ、これどうすんだっけな。これ、どうすればよかったの。これ、どうすんだな。あれ、まだいる。あ、やべえ。もう何やってんだよ。はい、ネタでした。もう一回裁判やりましょう。はい、入れます。真ん中を選ぶなっていうことですね。はい、うん、もうここいいでしょう。やべえ、今回超グダグダ。はーい、はい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 、いで、よし、じゃあ端っこに行きましょう。はい、これに決めました。ハートレスな、何者だこやつは。これでもまだアリスが犯人だって言うのか。むむむ、えい、おたまり、私の法律を知らないのかい。第29条、女王に逆らった者は有罪。むちゃくちゃだ。うるさい、この者どもをひっ捕らえよ。で、同じく戦闘が始まるんですが、今回はですね、空と、あ、空じゃない、ドナルドとグーフィーが捕まっていないので、戦闘に参加してくれますと。で、同じくですね、ハンドルを壊していくんですが、いてててて、さっきの範囲はですね、アイテムをあまりにも持っていなかったっていうね、あの、花にあげすぎた。花にあげすぎてました。いてててて。ただ、ドナルドとね、グーフィーがいるからってね、あの、回復をおろそかにしてはいけないんですよね。まあ、ドナルドは回復してくれるだろうと、半分期待をしながら、やってるんですが、ダメっぽいですね。もう。これで全部かな。で、あとはトランプ兵をこれ倒せば良さそうなんで。トランプ兵って、あ、違う、トランプ兵じゃねえや。これ攻撃すんだよ。これね、アリスが捕まってる檻を攻撃じゃなかったっけか。違ったっけ。もう覚えてね、やべえな。いや、トランプ兵全部倒せばいいんじゃないのこれ。違うのかな。サボってんな、ドナルドだよ。んこれ、あと、
ほい、ほい、ほい、おしまいかな。まだいるのか。これ復活するんじゃないのかな。あ、これだ。これを壊すんだよ。はい、終わった。やっとできたよ。超グだったよ。あ、いない。僕たちが戦ってる間にさらわれたんだ。お前たち、こうなったら誰でもいいから早く真犯人を捕まえてくるんだよ。いなくなっちゃった。グズグズするんじゃないよ。隠しようがないだろ。今回はですね、かなりグダってしまったんですが、ここで一旦ね終わりにしたいと思います。これかな。はい、というわけで今回はここまでにしておきたいと思います。相変わらずですね、ツイッターとブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。今回は大変グダグダな実況になってしまったことをお詫び申し上げます。すいませんでした。次回はですね、このワンダーランドをできればクリアしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次回の実況でお会いしましょう。バイバーイ。